秘宝久保建英さん、敵サポーターから差別発言されてしまう。不別コールは許されないといた、スペイン、一部レアル、ソシエドアドの日本代表、MF 久保建英22が敵地で行われた8日のアトレチコ・マドリード戦で人種差別を受けたと指摘された。スペインメディアエスタディオ・デポルティボによると、敵地に乗り込んだアールソシエダファンが久保を侮辱する A マドリードファンの声を聞き、それを SNS 上で告発しているという。あるファンは、私はメトロポリターノにいた、久保がピッチにいる間、アトレチコのファンから人種差別的な侮辱や嘲笑を受け、嫌がらせを受けたことを糾弾し、皆さんに知っていただきたかったと投稿。別のファンは、クソ中国人野郎などと久保が罵られていた事実を明かした。スペインリーグでは人種差別が問題となっているレアル・マドリードのブラジル代表 FW ビニシウスは度重なる被害を受け、昨季5月のバレンシア戦でもそれがあり、世界的なニュースとなった。加害者は逮捕されバレンシアに処分が下された。それだけにこの事実が認定されれば処分などに発展する可能性もありそうだ。173cm のホビットアジア人なんて白人様からしたら猿にしか見えないだろうな。メシ、スペインなんて日本人と平均身長大して変わらんぞ。スペイン176cmと日本170cmって結構な差だと思うけど、スペインはそんなに高くない。中国人って言われるのは侮辱だわ。欧米に人種差別はないよ。差別するのは世界で日本くらい。恥ずかしいね。学校でそう教わった。日本人も日本人が日本人は日本での差別なんて世界に当てはめたら差別でも何でもない。欧米真似て日本で差別反対やってるのは単なる日常弱。そういう連中は一度欧米に住んで本当に差別を体験させるべきだな。名誉白人は差別されてはいけないのだから、久保は毅然として差別ではないと言うべきだ。敵地で来てくれコールされる大谷がいかに変態的存在か、ヘディングでもわかるだろう。それだけ活躍しているから言われるんだよ。名誉なことです。俺は中国人と言われても気にしないけどな。ああ、こいつ国も知らないバカだなと思う程度。中国人だの釣り目だの言われてもいまいち悪口としてピンとこないんだよな。久保もそうなんじゃないの。個人がどう思うかなんて関係ない。少数の N ワードを気にしない黒人がいるからとみんな使うか。久保君は幼少期からスペインに行ってたし、カンテラで散々差別受けていたけど、サッカー上手くなるために我慢し続けてたって、こないだインタビューで答えてたからな。もうハイハイいつもの例くらいの感覚の息に達しているかもね。昔久保をカンテラにいるエリートがなんだってなぜか敵扱いしてた日本人サッカー選手たちが多かったね。今話題になってる選手以外にもかなりいた。海外でプレーすることの大変さを知ってるはずの選手たちまでそんなこと言ってたから異常だわ。あれは何だったんだろう。それは日本にいるから傍観者しかとしてられるだけ。現地に住んだらそんな悠長なこと言ってられない。日本人と中国人、韓国人は似て非なるものなんだぜ。海外からしたら同じ。日本人が世界で差別されるのは過去にアジアの人々を散々差別してきたからです。因果応報ですね。日本人が欧米で差別されるときは中国人の特徴を揶揄される模様。ラテンの国はしゃあない。久保は全部聞き取れちゃうから頭くることもあんだろうな。中国イコール差別度、わら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 受けるわら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 。クソ中国人野郎は正直笑ってしまう。日本人は中国人をすぐ見分けつけられるが、向こうはアジアなんて一緒くたにしか見えないんだろうな。あいつらは言ってやったぜって思うんだろうが、やっぱ笑ってしまう。日本人と知ってて侮辱してんだろ。あいつらに見分けなんかつくわけないだろ。日本も中国も韓国もみんな同じ目が細い。ジェスチャーするんだから笑。スペイン人は心のままに行動する。大谷は敵地でホームラン打っても敵地ファンが大歓声あげるというのに。まあ敵ファンに憎まれるのも本物の証で勲章ではある。皆さんはどう思いましたか？よければコメントで教えてください。